の一つでした。さあセットプレー、手前サイドシュート決まった。先制したのは清水。いや、うまくセットプレーをものにしましたよね。はい、一つその前に二見の積極的なシュートがあって、それで得たこのセットプレーから最後決めたのは25番松原光。20歳の若きサイドバック。まずは、ファーストアタックのこのカヌのニアですよね、ニアでカヌが競り勝ってるんですよね。ですので後ろにボールが流れてる。確かにそうですね、この場面です。このファーストアプローチのところ